はいどうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日はラガーズのオープン戦ですね。はい、VS ナイスガイさんとの一戦になります。先発のマウンドには碇くんが上がります。本格左腕ですね。さあ、キャッチャーはりょうへい。今日はね、どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。はい、第1球目は、はい、ストライク。いいですね、ボール来てますね。さあ、ワンボールツーストライクになって、はい、先頭三振からスタート。いい立ち上がりです。ナイスピッチ。さあ、お次のバッター、スリーボールワンストライクとなって、これごめんなさい、ごめんなさい、僕です。はい、僕です。いかじくんごめんね、申し訳ないです。はい、ランナー一塁。そしてこの辺りちょっと甘く入っちゃったかな。これがね、エンタイトルツーベースとなって、はい、左中間運ばれましたね。初回からワンアウトで、ピンチを背負っております。そしてお相手4番バッター、これを変化球で三振に打ち取ります。ナイスピッチ。さあ、ツーアウトです。はい、ここはね、ちょっと大きく外れてしまって、フォアボール、満塁ですね。ツーアウトながら満塁のピンチ。さあ、ワンストライクとなって、これが、おお、よく取った、よく取った。ランナー重なったんですけどね、まあランナーもうまいですよね。はい、結果無失点で切り抜けました。先制したいラガーズは先頭1番バッター斉藤さんからです。さあね、打撃今年ちょっとまだ上がってきてはいないですけれども、まあ出ればね、それが脅威になりますので。ただこれが、まあ、叩きつける打球もショートゴロとなってしまい、ワンアウトです。はい、お次の2番バッターもね、今日もね、超攻撃的2番ということで翔平が立っております。さあ、フルカウント3ボール2ストライクとなりました。翔平さん、追い込まれたらね、スタンスいつもより広くして打ってますよね。はい、ガツンと、これが鋭い打球が左中間を割っていきます。エンタイトルツーベースで初回からチャンス作ります。ラガズも初回からね、チャンス作っております。ナイスバッティングです。追い込まれてからね、まあ、コンパクトに振ってるイメージですよね。はい、チャンスで3番松井。ただこれが脇腹に当たってしまいます。いや、痛いですね。まあ、でも出塁ということで1、2塁となります。さあ、4番の谷中。谷中もね、まあ長打っていう点では去年よりは減ってるかもしれないんですが、コンタクト率は変わっていない。ただキュルキュルキュルっとした打球がピッチャーゴロとなってしまいます。まあでもね、ここで進塁はできたので、まあ、2アウトながらランナー2、3塁となります。はい、バッターには楠根くん。さあ、打ってほしいところ、これ大きく外れてフォアボールです。いいですね、いいですね、満塁ですよ。さあ、ピッチャー、6番ピッチャーの碇くん、満塁のチャンス、前後することができるのか。これがもう片手一本で打ったような打球だが、ライトの頭を越えていく長打で翔平さん帰ってきて1点、そして松井も帰ってきて2点目。さあ、楠木君が走る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 、走者一掃のタイムリーで先制です。ナイスバッティング。一気にね、全員返してきましたね。いやー、ナイスバッティングです。さあ、7番のヒロト、絶賛大不調中。まあね、三振になってしまいましたが、初回先制することに成功しました。はい、そして、うん、これね、ちょっと取ってあげたかったですね。はい、謝ってますね、龍平。はい、ワンアウト。さあ、お次のバッターは、これが過ぎると、おお、入ってきた打球を楠木君がランニングスロー。ナイスプレイ、軽いっすね、いいプレーです。はい、ツーアウトになりました。これ振らせたんすけどね、これ止めに行ったところレガースに当たっちゃってんすよね、ごめんなさい。うん、大きく弾いてしまいました。はい、そしてこれが、うーん、おなんで両方追わねえんだよと、これね、上抜けたと思っちゃったんですよね、決めつけちゃいましたね。よくないですね、決めつけてプレー絶対にダメです。皆さん真似しないでください。そうですね、楠木君に怒られてましたね。はい、反省します。はい、そしてこの打球がレフトの頭を越えていく。はい、
二塁ランナーが帰ってきてホームに1点返されてしまいます。いやごめんなさい、これ僕が何もやらなかったらね無失点だったんで申し訳ないです。ひかりくんごめんね。まあでもここでねこの後切れたらまあまあまあってとこなんで、はい、ここでサードゴロ、クス君がさばいてファースト送球。いやー1点失いましたね、申し訳ないです、ごめんなさい。はい、そして続くラガーズの攻撃、8番の大脇から、はい、これがガツンと打ったライトの頭を悠々と越えていく。さあどこまで行けるか、どこまで行けるか、なんだなんだなんだ、ちょっとゆっくり走ってるのか。ここでギアを上げる、ちょっとギア上げるの遅かったかな。はい、スリーベースヒットまでベンチからあのこと言われてますが、でもこれでね、スリーベースでノーアウトのチャンスとなります。さあ追加点になるか、バッターには岡崎さん、一本欲しいところ。でこれがちょっとね引っ掛けてしまいましたね、サードゴロとなってはいワンアウトとなります。うん、ちょっとまあもったいなかったっちゃもったいなかったですね。さあ10番の良平です。ここで初球からスクイズ、ちょっとピッチャー前になったが、おお、ナイスライディング、ありがとうございます。はい、初球スクイズで、1点を追加となります。はい、これねホームセーフでファーストもセーフだったんでアウトカウント変わらず、ここ斉藤さんちょっと引っ掛けてしまいましたね、ファーストゴロとなります。まあただランナーは進塁と、ツーアウトでランナー二塁。先ほどね、第1打席長打の翔平さん、この打席にもね長打打つことができるのか。これハーフスイングストライク、キャッチャーがほんのちょっと弾いてる間に両平は三塁で、そしてベースで、ね、小手式じゃないんで滑っちゃいましたね、こけました。はい、そしてこれちょっと打たされちゃったかな。はい、ショートゴロとなってスリーアウト。まあねでも取られたら取り返す、この回も1点取ることができました。はい、お次の回、お次守りの場面ですね。ここちょっとね先頭フォアボール出しちゃいましたね、ちょっともったいないかな。はい、そしてこの打球はヒロトが前に出てきてアウト、ワンアウトです。さあお次のバッター、追い込んで、でここね、なー取りいっちゃいましたね、両平が。申し訳ない、ちょっと弾いちゃいましたね、申し訳ないっす。どうしてもね左ピッチャーのねボールと、これもなんですよ、これも取ったと思ってるんですけどね、まあね集中力がないのも1点あるんですけど、単純に左ピッチャーのボールがすっげー取りづらい。もう本当にこれは練習しないといけないんでね、頑張ります。はい、三振でなんとか、無失点に抑えております。ヒカリ君ナイスピッチング。はい、ラガーズの攻撃は松井、3番の松井から、これがセンターの頭越えていきます。そして松井は2塁へ到達、ツーベース。この回もノーアウトのチャンスです。3イニング連続ねノーアウトでチャンスっていうのは、まあ、先頭がしっかりと仕事できてるっていうのでいいんじゃないかなと思っております。はい、この場面松井がスタート切っています。それ成功、いいですね。これでね高いバウンド内野ゴロでも点が入ります。ただこれが技ありのヒット、センター前に運びます。ナイスバッティング、悠々生還でタイムリーとなります。さあ5番の楠木くん、はい、ただこの打球は高々と上がってはいレフトフライとなってしまいます。これでワンアウトですね。はい、さあ先ほどいいバッティングだった碇くんですが、これがちょっと当てただけの打球となってしまい、ショートゴロ、これでツーアウトです。さあヒロト、これがサードが弾くもショートがカバーし、そしてこれちょっとねファースト側の映像がすごいぼやけちゃってたんで出せなかったんですけど、ファーストアウトですね。いやーこれナイスプレーですね、ショート、お相手のショートナイスプレーでした。そしてこの回からマウンドにワックスの木くんが上がります。さあこれレフトが下がって下がって下がって取れるか、ただこれが越えていく、変わりっぱの運ばれてしまいます。うん、ナイスバッティングでしたね。はい、ホームランで1点返されてしまいます。まあちょっとね高かったですけど、ボールに勢いはあるんで切り替えていってほしいところ。はい、そしてこの打球サードヒロトが取ってファースト送球アウト。ちなみにねこの回からサードヒロトが入っています。さあワンアウト取りました。これはね、三遊間破られてしまいましたね。ちょっと変化球がこの日高かったかな、楠木くん。
そうですね、いつもはね低めに集まるんですけど、ちょっとこの日は高かったかもしれないです。はい、そしてここでランナースタート切ってくる。刺したいですね、申し訳ないですね。さあピンチとなってしまいます。この打球がヒロトが前に出てくるが、あっと取れず、そしてサードに投げるが間に合わず、ヒロトのエラーでピンチとなってしまいます。多分ね、すっごい回転かかってたんでしょうね、下から行ってもね取れてなかったですね。まあここで、ね、ちょっともうあのバッター勝負ということでランナースタートしたんですが、セカンドに投げませんでした。ただここでフォアボール満塁となってしまいます。これね、全員帰ってきて、バッターランナーまで帰ってきたらね、逆転されてしまうんで、ただここはショートゴロとなります。まあちょっとね、ファーストはセーフだったので、ゲッツー崩れてこの間に1点を与えてしまいます。はい、そしてこの打球レフトめちゃくちゃ下がっていたので前に出てくるが、ショートの裏に落ちてしまいます。ポテンと落とされて、これね点差あったんですが1点差となってしまいます。はい、そしてここヒロトジャンプして取って、ファースト送球アウト、なんとか食い止めます。はい、なんとか食い止めました。リードは1点。さあ先ほど長打の大脇くん、これはちょっとね引っ掛けてしまい、おー、ピッチャーナイスフィールディングですね。ナイスカバーか。ナイスカバーですね。ワンアウトとなります。さあ、バッター岡崎さん。はい、これをしっかりと選んでフォアボール。まあね、この回はね、ちょっとワンアウトからでしたが、ランナー出ました。そして両兵のところで、ランナースタート、エンドランです。一塁手の横を抜けてエンドラン成功です。一塁ランナーは一気に三塁へ。いいとこに飛んでくれました。はい、よかったです。はい、さあチャンスですよ。そしてこの叩きの打球で三塁ランナーが生還。さあ1点奪いましたよ。ここで、ね、点差広げました。さあ2アウトながらもね、またのチャンスで、翔平の3打席目になります。ただこれが上げてしまいました。フラフラッと上がってショートフライ。本日はここまでです。次回翔平今シーズン初マウンドへ。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。